山口あゆきです。はい、ということでね、私は今こうして動画を上げていってる中なんですけど、山口あゆき、いろんなことにチャレンジしていきたいなと思っています。で、どんなことにチャレンジしていくかっていうことなんですが、まあね、こうして動画を見ていただいて皆さん気づいていないかもしれないんですけど、私ね、実は喋りが苦手なんですよ。まあね、YouTube っていうのはこう編集ができるから皆さんあんまり気づいてないかなと思うんですけど、なかなかね、こう喋りが上手じゃなくて、まあ、そんな困難でですね、もっともっと喋りが上手くなっていきますようにっていう思いも含めて、何よりもこの素晴らしき日本国を支えてくれている中小企業の方々であったり、あと日本の伝統文化を引き継いでいるそのお仕事をされている方々であったり、そういう方々の魅力をお伝えできるようなリポートをしていきたいなと思っています。で、早速第1回目、実はリポートに行ってきました。イエイ。で、どちらにリポートに行ってきたかと言いますと、まずこちらを見てください。じゃん、こちらコモダルです。で、これはですね、ミニバージョンなんですけど、皆さんが知っているコモダルってもうちょっと大きいイメージだと思うんですけど、このコモダルを作っている会社っていうのが日本国内でも数社しかなくって、で、その会社が兵庫県尼崎市にある岸本岸地商店さんっていうところの、コモダルの会社に今回取材に行ってきました。で、リポートをしているんですけど、そのリポートの最後に私から岸本吉地商店さんにキャッチコピーを申請するっていう場面があります。最後どんなキャッチコピーになったか、ぜひ楽しみに最後まで見てもらえたら嬉しいです。それではご覧ください。はい、こんにちは、山口あゆきです。今日は兵庫県尼崎市の株式会社岸本吉地商店様にの、コモダルをができる過程をお話しいただこうと思いまして、今日は、代表取締役の岸本俊博様にお話を伺っていこうと思います。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。コモダルが、はい、今この日本でも本当に少ない、はい、会社がこう作っていく、コモダルを作っていく会社が本当に少ないというふうに、はい、聞いたんですけども、はい、そういったところでお話少しちょっとだけ聞かせていただければと思います。はい、わかりました。で、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。コモを、折って、そういう織り機があるんですけども、それで折ったものがここに入ってきます。で、これ自体はその江戸時代から続く、もう本当にその素材と作り方で作っている商品です。だから紙ですよね。はい、これを今印刷している工程です。はい、そうですね。これはスクリーン印刷という過程で、はい、はい、まあ印刷をしてますので、はい。インチの欠けがないかもちゃんと点検をして、はい、一つ一つ綺麗にちゃんとインクが貼れているか、押せているか、印字されているかっていうのを見ながら一手間やってられるそうです。はい、こちらで、上がフェイスをして共に絵柄を印刷していく、プレスしていくという工程です。はい、どこでも丸切り文字が逆さまで貼り付けて印字されるそうですね。今からプレスします。で、真っ白な紙から今は紙からほぼに印字されました。はい、出来上がり。そうですね、ちょっとこれは今印刷というかプレスをしたものに、はい、わらに直接、はい、銅版という、まあ、ゴムになるんですけどね、はい、昔はね、焼き印だったんですけどね。あ、そうなんですね。はい、今は全部ゴムです。ゴムですよね。はい、
時代の変化によって多様性でやっていくっていうのがこう長続きの秘訣だと思います。今こちらで藁に直接ゴム印を押しています。今樽にゴムを巻いてる、はい、もちろんのことはこれも手作業で全て手作りですよね、はい、力加減によってもここは作ってもそうですよね、その作る人の力加減によって、だいぶきっちりしたもの、だるたものといろいろあるようになっちゃいますよね、はい、当社ではできるだけきっちりと巻くようにですね、はい、からそうですね、綺麗さと速さを追求するのは1年からそれからずっと自分でこう成長をしていかないといけないと思います。指の圧力とか、圧力だね、なんていうんですか、握力がすごい強そうですね、皆さん。そう、どうでしょうね。はい、わあ、すごい完成しました。アイが作ったみたいです。今本当見れて、もう神の神、ほんの早技で、もうはい、ありがとうございます。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に今までこう過程を見させていただいたんですけど、一つ一つに本当にもう細かに皆さん の力だったりとか愛を込めてこう一つ一つ作業されているところを見てとっても感動しました。で最後にですね、はい、所長に、お仕事にかける思いをお聞かせいただけたらと思います。はい、はい、そうですね、コモダルという日本の伝統と歴史を持ったものですけれども、それをたまたま私どもが作っているということなんですけれども、これ自体を、末永く、未来へ残していければいいなと思っております。一つまた菰樽については、日本酒日本料理に連れて世界へ、連れて行ってもらってますので、そういうところでも、活躍できる菰樽であればいいなと思っております。ありがとうございます。はい、ここで最後になりますが、はい、本当にありがとうございます。はい、キャッチコピーを贈呈、おこがましいですが、はい、させていただきたいと思います。はいはい、心にこもった伝統文化への思い、コモがかかってる、コモがかかってる。はい、どうでしょうか。ブカブカ、コモがかかってるってどういうの。かけたんです、コモに、はい、コモダロにかけて、はい、心にこもっているコモダロ。はい、ありがとうございます。キャッチコピー、皆さんどうでしたか。本当にね、もう喋るのって難しいですね。もうなんか感極まって、感激が瞬間的にブワッてくるとなかなか言葉が出てこないんですよ。はい、ということでね、こうして取材をさせていただいたんですけど、本当に社長様や、従業員の皆様が本当に優しくてですね、全部ね、見ていただいた通り手作業で、お一人お一人の魂が宿ってるっていうか、一つ一つに、全てにですね、こもっているそのこもだるっていうのはとっても温かいなと感じました。こうして受け継がれてきた日本の伝統文化を引き継いで未来へつなげていくっていうお仕事に、私自身もミュージシャンとして引き継がれてきた音楽を未来へつなげていかなければならないなと、今回取材させていただいて改めてそう感じました。で、先ほどご紹介させていただいたこのミニコモダルなんですが、セットで付いてるものがあります。それをちょっと紹介したいと思います。それがこのミニハンマー、そしてこのつくやつで、このマスです。これで飲みます。で、このコモダルの使い方なんですけど、使
使い方ってみんな分かってますよね。ここに板があります。それをこのハンマーで無事破ります。一個だけ残ってるけど。ここにお酒が入ってるわけですね。子供さんやったらジュース入れて、でこれなんとですね、今割れちゃいました。アイクの腕力で割れちゃいました。だけどこれ実はですね、磁石になってて何度でも使えるっていう、すごいコスパのいいこのコモダルちゃんです。はい、元通りということでね、ぜひですねお家でも楽しんで、やってもらえたらと思います。あとこの印字しているこのイラスト、私日の丸の大きな日の丸にしたんですけど、いろいろ選べます。でどんなデザインがあるんだろうとか、このミニコモダルもっと知りたいなっていう方もいらっしゃると思うので、こちらのコモダルを作っている岸本吉地商店さんの、ホームページを概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味のある方は見てもらえたらと思います。はい、ということでこうして取材をさせていただいた、岸本吉地商店様、本当にありがとうございました。私もお家でやります。ポンポン。